今年ながらラッポンをやめて。よし、失礼します。きちょいな。まあいいや、行こう。難易度的にはどんな感じです？もう落としたでしょ。あのね、さっきから上の方からとかなんかラップもしてるじゃないですか。うん、これはよほどって思いながら。でもトンネル自体はいい感じなんですけどね。すげえ耳鳴りがすごいんだね。丸写しして全然なんか映るね。そっちじゃねえ、後ろだよ。シャッターも遅いんだよ、いつも。なんでこいつだからいい写真が撮れねえんだよな、まだ。あ、なんか遅かった。ハイテクになれない男。慣れて6年目だよ。トンネル内はやっぱ静かだな。ああ、本当にその、うん、その先だけだな、見えたとしてない。っていうか、ここトンネルなのに反応、あの声が響かんで、意外と。あ、編集がしやすい。そういうことを考えるな。天気が明るい。男の人、女の人、女の子の幽霊がいるって言ったかな、この場所が。そうなの。はい。まあ、行こう。今、パッチンって言ったよね。風がそんなに強くないけど、風の音がすごいね。そうですね、なんか後ろがすごい気になる、やっぱ後ろがだな、後ろやべえぞ、これ後ろ、俺らが通ってきた道。うん、ふみくんの後ろに、女の人が立ってるからな。おっと、これはむいを、なんていうの、うん、入れる、うん、入れる。最近、悩みあるの？転職？転職か。リアルなネタを持ち込ませるんじゃない。いや、あんまり悩みとか、あんまり心の中で無にした方がいいな。あの、さすがに撮影中には考えないようにしてるよ、その辺は。ラーメン、ラーメンって考えておいた方がいいわ。ちょっと、ここ、きついな。おっと、あら、まあ、こんな真ん中近くまで来てさ、はい、音が響かんっていうのがすごいよね。そうですね、なんか、本当に最低限の反響はするんだけど、なんか、あのボワンっていう、あんな感じの反響がしない。前行っていいよ。っていうことは後ろがやばいっていうことだ。うん、後ろやばい。あんまり先行しすぎるのも良くない。これはまた耳鳴りするパターン。これはすごいとこだな。今、何体に囲まれてます？いや、3体だけです、今のところ。あら、うん、ちょっと数がいるわけのトンネルではないです。数がいるわけではない。ただ、不思議なのが、ところどころで声が普通になるんだよ。で、今、僕の頭と耳鳴りと、この嫌なね、変な声が、多分このちょっとある 1.9999 能力者だったら、多分分かる範囲の声だかな。それは俺らが通ってきたこの入り口側から。そうそう、後ろ側だな。続けますか。なぜ入ってくるの？なぜ入るんだって。
能力者はダメなのかね。でもなんていうか、かっちゃんにわざわざなんで入ってくるのって聞くあたり、いきなり悪さするような子はいないんですよ。ないね。うん、ただ嫌なんでしょ、僕みたいなこういうなんかこういう能力、変な能力を持った人って落ち着かないでしょ、普通。まあ、急に知らん人が家に入ってきたぐらいの感じだからな。だって変な話な、普通のあの霊能者じゃねえからっていう、普通の霊能者だでもこんなん聞かないのかな。これな、写真だな、やっぱカメラちょっといろいろ変わった人なんだこれ。うわーうわーっていう音聞こえん？はい、視聴者の皆さん、聞こえますか？視聴者じゃねえ、研究員の皆さん研究員さんですか？なんかものすごく後ろから感じる何か、なんていうか冷たい風は後ろからしか来ないなぐらいに思ってる。前から全然風来ないよな。うん、しかしっていうか、なんかこの日の光のせいもあるのかもしれないけど、あったかいんだ、なんかこっちが。早く出ていけっていうことか。寒い、俺寒いんだよ寒くて寒くてたまんねえんだよ。何か声聞こえますか？うん、ずっと聞こえるんだよ、この声が。この壁の中から聞こえるんだよな、なんか知らんけど。ほう。うん。おー、シャワー。おー冷たっ。あー、びっくりした。え、水？違う今、こう触ってたら、うん、僕の手をこうやってふってこういう風に触られたの。あ、びっくりした。うお、びっくりした。まさか壁から手が出ると思うかった。あ、怖っ怖っえ、それ3人のうちの1人、4人目？いや、3人の1人。うん、あー、びっくりした、気持ち悪い、やめて、そういうこと。はい、今もう1人増えました。4人目、はい。いや、4人目は声の響き方が違ったね、今。あー、ほら、うむ、あー、おー、ね、何か答えを出してください。出ない？今、面白いこと、現象が起きました。すいません。はい。ある、さっき話してたお父さんの話って言いましたよね。コーヒーの。はい。はい。そのお父さんが今来てます。何キャッシュのこの人。何しに来たの？知らないよ。今じゃないから帰ってって言ってそのあんたの出る幕じゃないからさ。何やこのお父さん、ようわからん。ちなみにその人写真に写ります？写らないです。あら、はい、声だけが聞こえる。なんだこの声って、お前かよ来るなっちゅうの。すごいね、愛知県での話じゃないの、それ。静岡まで来るの？いや、だって僕と仲いいんだもんまあ、唯一喋れる人なんでしょうね。そう、ちょっと声が反響するな、ここ。うん、だからおかしい、耳がすごい痛い、今。じゃあ寒いでかなと思ってるんだけど、フラッシュがこんだけ明るいのになんでつかんの？これ電池ねえんじゃね？バッテリー割るでしょ。いや、もう半分になってる。ほら、あれ、まあ、バッテリー買い替えだな、真面目に。もうダメだ、映らんわ、なかなか。これを遅すぎる、もうシャッターのあれが遅いもんでさ、結局、いい場所を全部消えてしまう。はい、いやね、せっかくこれ持ってきたね、
それもペン、ペンじゃないよ何をそんなでは、ここにね、こうやってトンネルがこういうふうにね、道路があってトンネルがこういうふうにあるんですね。今ね、こういうふうにトンネルがありますね。で、今電気がこうやって2つポコンポコンとあります。はい。で、今ここに、先ほど言った身長が170センチぐらいの男の人がこういうふうにこんな感じでね、立っております。こんな感じかな。ちゃんと足もあります。こういうふうにこんな感じですね。幽霊ってちゃんと足あるんですか。なんだろうそしてなぜか知らんけどこちらに、こんな感じで髪がこういうふうに、こっちは女性です、ね、女性だね。肩のここまであって、でこうやって一応ロング系のスカートを履いて、ローファーみたいな靴を履いてますね。ちょっとこれは昔の人かな、ちょっと古い女性かな。うん、こんな感じでいますね。それも頭から血がこういうふうにトポタって垂れてますね。このこういう感じで今います。そうですね。もう変な話、この人も全部、こちらも全部もう赤です。赤色になってます。オーブの色的に、はい、キャー、もう敵マシマシ。怖い、こういうの有効的に話し合うつもりはございませんか。全くなすよね。もう早く出てけってやつだねお前らが来る場所じゃねえよっていうね、言われ方をされています、それはそうとしか言えないんだよ。でも写真撮りに来ただけじゃん、俺ら記念写真を。クソダメか、シャッターが切れんのや。クソ、シャッター欲しい。ちょうどいい時にズームしていきなり変わる、映るんだよ。はい、こっちは溶けるの？ライトのおかげですかね。多少でも熱量あるから。いや、そんなに暖かくならない。やっほー、誰かいますよね。いますよね。ほら、こっち、あなたの後ろにいるふふって感じの。有効的ではない。有効的ではないね。おっと、何も感じない、あなたそれ。いや、後ろから冷たい風が来るなっていう、その物理的な、それしか風じゃない、これは、確かに声が聞こえんだよな。喋ってるのは3人ともですか。うん、3人とも、3人で喋ってる。なんかいいことで、で、どうでもいいお父さんがこの人は悪くないですか。説明しなくていいんだよ。この人が邪魔してるの。この人がこの親父が邪魔してるの。ほう。こっちの方がひでえな、おい。こっちの方がひでえなとか。あらばー。うーわ。これどう見てもなんか本当あれやな。朝鮮トンネル並みだな。そんななんか難易度高いとこですか。惜しいな、カメラ。そうか、充電もうちょい見張らないか。これ見て、ほら。
何も触ってねえのズームしてってるやろ。確かにだろう。俺触ってねえぞズーム。ほら今自動に触ったやろ。あ、電池量があります。嘘、あ、ダメだ、バッテリー死んでるな。だろう、今俺触ってねえけどズームが動いたやろ。うん、だからこれは今喋った通り、今何も写真撮ろうと思ったら急にズームが映さないように 動きました。ボケボケました、かなり。え、こっちはかなりやばい感じですか、この外側。この外側がやばいな。今ブワッとものすごいスピードで走った人がいたから、なんだろう、その3人よりやばいのがいるのか。今ムイ君も見たでしょ、ズームが、はい、動いていくのっていうか、ビューっていうのが、はい、何も触らないんですよ。シャッターを押そうとしただけでズームが勝手に動き始めた。これを何というでしょうか。ポルターガイスト。そうです要するに映されたくないっていうやつですね。かなりの大物ですよ、ここ一回で潰すには惜しいなと。うん、ここちょっとここだけで深夜来たいな。おお、うん、電気がついとるのがもうミステイクですね。